ヤワタ平尾泉里は、八幡体近辺にある温泉の総称。厳密には、近隣の温泉が、国民保養温泉地に指定された、際の名称で、指定温泉地のみが該当する。しかし、抗義の温泉郷においては、指定対象外の温泉もこれに含まれる。温泉郷の成立は、昭和34年9月3日厚生省国時代256号による、 国民保養温泉地への指定である。秋田県の玉川温泉、五所岳温泉、吹けの湯温泉、大新温泉、大沼温泉、そして岩手県の藤七温泉を国民保養温泉地に指定する際に八幡体周辺の温泉であることから八幡平を、関した温泉郷が名称として指定された。その後、この名称が用いられるにつれ、千川温泉、心差し温泉、 東トロコ温泉、新玉川温泉、東八幡体温泉なども温泉郷の一部として紹介されることが多くなった。八幡大市柏台地区にある歓迎八幡平尾泉里の看板東八幡体温泉がある地域に1974年10月28日、当時の岩手県岩手郡松尾村金沢地区に作られた金沢観光団地の名称として、 ヤワタ平大泉里と命名された。これ以降、東八幡大温泉は、積極的に、ヤワタ平大泉里という名称を用いている。現在でも当地域は、ヤワタ平大泉里としての住所が登記されている。国土地理院の2万5千分1地形図をはじめ主事のメディアにもこの東八幡大温泉地区が、ヤワタ平大泉里として、紹介記載されている。 ただし、地名としての八幡平ヘ泉里は、厚生省国寺の八幡平ヘ泉里としての、策定範囲外であることに注意する必要がある。八幡平ヘ泉里社団法人日本、温泉協会国民保養温泉地、八幡平ヘ泉里紹介ページ。東八幡大温泉は、校内の温泉一覧には含まれない。ありがとうございます。